やあ、それじゃ。どうぞ。朝ね、フィリスちゃんは今日もとっても可愛いわ。堅実に、かつ迅速に。植物って錬金術さんがよく使うんだよね。めっちゃ私お腹が空いても食べちゃダメ。それ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 実は大物だな。行くわよ。道具で攻撃。こちらから仕掛けます。気にはさせねえ。
勝負です。ここは一気に これで。カルド。ああ、エルトナの町もちろん。え、わ、うわ。当たり。君が。うわ、うわ。そうした行為。まあ、これで。だから。歴史ところで、少々。チェルシーが大丈夫って。あ、はい。いいえ、そんなことない。それも平気みたいだ。ありがとな、フィリス。ええ、フィリスさんは本当に優しい人だわ。この声が。多分届いてるよ、チェルシー。え？おい、フィリス。私の声が聞こえてるんですか？そうみたいです。チェルシーってそんな声してたんだね。うおー、すげー、チェルシーとウィリスが話してる。やったな、チェルシー。お前ずっと言ってたもんな、フィリスと直接おしゃべりして。はい、よかった。フィリスさん、今オスカーさんが言った通り、フィリスさん、私のことをチェルシー。でも私にはもう。え、チェルシー。おー、なんかビリ。次の目的地はどこだい？植物の図鑑はあるかな？
あら、フィリスさん。どうも、カルドさん。ああ、これは。フィリス君のふるさと、エルトナの歴史に。まあ、ありがとうございます。そういえば。そうだったかな。ああ、それで。そうだね。フィリス君といると退屈。まあ。だろう？その話はまた今度ゆく。ええ、それでは、お気をつけて。あ。すまない、ま。いえ、カルドさんとアンネ。ああ、昔からの付き合いなんて、僕が歴史を記録し、アンネがそれを保管する。へえ。まあね、アンネはああ見えてそそっかしいところがあるだろ。いや、そそっかしいなんてものじゃない、極めつけのドジだ。とにかく時折とんでもないことをやらかすから、怖がってる暇などないということかな。あ、なるほど。まあなんだかんだで信頼はし、さて、いろいろと。いやい、見聞で、あ、また。たまには読書もいいかも。次はどこに行くの？よいしょ！驚いたね、昔の人たち、何か脅威のような、わざわざ、事実は。Yep.